次の伝説投手は村上。さあ1球目、チェンジアップ見送ってストライク、ワインドアップモーション、投げた、スクリュー、空振り三振、見事な投げた、直球、外角直球。さあ追い込んで、空振りストライクアウト、全く当たりません。投げた、初球スライダー、投げた、インコース低め、空振り、ナイススクリーン、投げた、スライダー、ストライク、投げた、打ちました、内野ゴロ、サード、堀田、一塁へ、アウト。160キロの夢を見せてくれた日本球界最速を誇る男が帰ってきました。その剛腕で今度はどんな夢を見せてくれるのか、イラク秀樹。今日のゲームの先発ピッチャー吉井、しっかり抑えてくるんでしょうか。常に向上心と好奇心を持ち、40歳を超えても攻撃的なパワーピッチングを展開。衰え知らずの百戦錬磨吉井正人。三球三振、空振り、キラ。さあそのピッチングを見守りましょう。豊富なキャリアと衰え知らずの剛球で安定感抜群の抑えくくり、剛腕健在、木田正夫。内角低め、ストレート、ストライク、三者連続三振。スプリットフィンガー、スライダー決まって三球三振。メジャー通算129セーブ、最強のクローザーが5年ぶりに日本復帰。帰ってきた浜の大魔神、佐々木和弘。おい、音を打つ。強烈な当たり、いい当たり、大きいボール。今シーズンもこの男を見ることができる喜び。試合を決定づける打撃、華麗なる守備で札幌ドームを沸かせてくれ。スーパースター新庄剛志。武者修行から旅ガラスが帰ってきた。日本一も経験したベテランはチームに何かをもたらすはず。熱い炎のピッチングをもう一度、野村隆仁。ピッチャー投げた、ピンカー見逃し三振。自らを究極のスペアと称し、回線処理の役割を自分の仕事と淡々とこなす。優勝するチームにはこんな男も必要なんだ。小宮山悟。ゴールあった。緩急と制球重視のピッチングは海の向こうで学んだ。2008年、あえて環境を変え、さらに自らを高める、石井一樹さん。打ちました、センターへの打球。初球的だ。第1球。真ん中打ちました。低い打球は。ヒットになった。打った、伸びる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 。投げた、豪快な当たりと左中間。Hit the first pitch, high fly into center field でしょうか。初球から打った痛烈な当たり、この当たりは入った。近鉄の守護神として120セーブを記録した実力者。今シーズンこそ夢を叶えたい夢追い人、大塚明憲。三振、エベレットのスイングアウトの三振。遅い変化球と速いストレートの緩急で揺さぶる投球術や生命線。日米通算300セーブ投手高津慎吾。次の3球目、あっとこれは強い当たりだ。ピッチャーの横、ショートが取ります。ファーストへ、一塁。これはより、世界最高の舞台で腕を磨いた実力派右腕が日本へ逆輸入。北の大地で躍動する本格派兼技巧派、ただの和人。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ここで粘りに定評のある井口。ネクストバッターサークルには松中。打ちました、いい角度で上がっている。ビッグスイングセンターフィールド。1つ目はバット、いい当たり、打った。投げた、インコース低めストライク、投げた、インコース高めストライク。スイングのミス、ストライク3。自分の信じた道を行き、心置きなくバットを振る。ユニフォームは変わっても、射手前魂は変わらない。中村典弘。打った、
野村克也以来となる捕手フルイニング出場に3割30本100打点も達成。シーズン MVP も獲得し、アテネ予選でもマスクをかぶった今や名実ともに日本一の本業号城島健二。Here's the next pitch. He's behind in the count. 外れました。三振。ワンアウトランナー2塁に変わります。ここでバッターボックスは岩村。ネクストバッターサークルに控えているのはダミです。初球ライト見上げるだけ。キレのあるストレートと大きく縦に割れるカーブが武器、ミスターセットアッパー岡島秀樹。さあ4球目、空振り三振。バッター今日の先発ピッチャー松崎。さあそのピッチングはどうか。全ての持ち球で三振を奪い、驚異の完投数を誇る日本球界の大エース。チームのため、家族のために、平成の怪物が今日も投げ抜く。松坂大輔。変化球空振り、スリーアウトチェン。安定した下半身が可能とする絶妙の緩急。大きな忘れ物を取り戻し、世界への挑戦権獲得へ。井川圭。背水の陣で臨む今シーズン、不屈の精神で200勝へ向かって突き進むエースナンバーを背負う男、桑田真澄。全方向へ鋭く打ち返すソフトかつパワフルな打撃、走者を釘付けにする肩の抑止力、攻守に超ハイレベル、福留孝介。打者の懐をシュートで攻め、フォークで締めくくる強気の投球。守護神の座は譲らない勝利の案内人、福森和夫。たとえランナーを出しても決してホームには返さない。今日も見せるぞ小林劇場、小林正秀。カープファンの熱い声援に男気で応え、これからもカープを支えていく。ねじ伏せる力と打ち取る技を身につけたミスター完投、黒田博樹。普通ストライク。スプリット、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。威力十分のフォークと速球を低めに集め、チームに勝利を呼び込む。闘魂セットアッパー矢蓋康彦。スターターとしてもクローザーとしても球界最高峰、難なく大役をこなす精密コントローラー上原浩二。投げた、空振りの三振。豪快さに秘めた繊細なコントロール、神がかり的なカットボール、魂の熱湯で敵を切る不動のエース川上健進。第3球を投げた、145キロ速球。衰えぬ球威、精度を増す制球力、スターターとしてもリリーバーとしても実績十分のベテラン左腕高橋健。第4球投げた、内角、空振り三振。一球入魂の粘り強いピッチングで持ち前の打者料理術が高みを極めた高橋久典。投げました、三振。まずは先頭、驚異の右腕から150キロオーバーの剛速球を連発する、160キロに最も近い男、右のロケットボーイ五十嵐亮太。打ちました、センターに上がった。しなやかに躍動するその姿は数字以上に見るものを魅了する。敵を切り裂く疾風の狼、西岡剛。パボックスはサードライナーに倒れています。外角打った、ライナー左中間へ、左中間へ。左右高低をつく制球力とボールのキレでバットの芯を外す投球術、連続味を増すサイドハンド、立山義則。打った、引っ張った、一塁アウト。進化し続ける匠の走攻守、もはや鷹のプリンスの枠には収まらない。日本代表ショートストップ川崎宗則。限界という言葉はこの男の辞書にはない。たゆまぬスキルアップとパワーアップで進化を止めない安打製造機、青木宣親。打ちました、これはどうか。高い完成度の中にさらなる進化の方が見える。すべての試合で格の違いを見せつける球界最高右腕ダルビッシュ有。三振、これで4者連続。キレあるボールが美しい軌道で四隅をつく。チーム躍進のキーマンとして完全復活の兆しを見せるエース岩隈久志でしょうね。なるほど、さあ振っていきましたが三振、ワンアウト。魂の宿る球筋を目に焼き付けろ、この男は伝説だ。気力一瞬、藤川球児。このピンチ見逃しで三振を奪いました。天才的打撃センスでこなすつなぎの打撃にチャンスメイク、堅守堅打の脇役では収まらない野球センスの塊、
田中健介。スタンドからはなんとか長打。打ちました、これはいい当たり。サヨナラ。高校球界で華々しい記録を打ち立てたストレートと高速スライダーは紛れもない大器。大きな夢を見せてくれ、平成の新怪物田中将大。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。球の出どころが見づらい隠し球投法で打者を幻惑し、優れた制球と緩急で目玉に取る。クレバー左腕和田毅。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。回転とキレのいいボールが魅力の本格派右腕。大学時代の実力をプロで証明する村田徹。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。類いまれな身体能力と野球センスに恵まれた桑田2世。目指すは本塁打を打てる投手前田健太。まずはファイターズのエース大谷が札幌ドームのマウンドに上がります。島、はい、いい。さあ4球目は何か。このピンチ見事三振を奪いました。5球目、このピンチ空振り三振に切って取りました。第2球投げました。打った、これはストレス、いった。スライダーのキレと低めへのコントロールは超一流。オリックスの未来を担う新世代エース平野佳久。さあ次が最後の投球に、バファローズ最後をしっかり締めて見事勝利しました。こう出されたのか。3球で決まった。3ストレート、空振り三振。どう攻めるのか。アウトロー、見逃し三振。最後は柳田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。ましょう、見逃して三振になります。投球はこれから3球目。156キロ直球、空振り三振。菊池3球、秋山翔吾。第9球投げました、いった。打った瞬間それとは変えません。入った入った、打ちました、いい当たりだ。大きな打球だ。投球これから4球目。打ちました、数列入れば先制だ。伸びた、今気をつけたいですよね。なるほど、これは行くでしょうね。ぐんぐん打球入った。力士の父譲りの恵まれた体格で重量感あるボールを投げ込む大型右腕。時代のエースへ山口俊。投げました、お、空振り三振。あっとスイングアウト、ボール2ストライク。最後は空振り三振に切って取りました。勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで。見逃し三振。さあ外してくるのか。空振り三振。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ファールから第2球、あっといった、サヨナラアーチ。伸びる、入った入った。